んにちは、風呂司会の風呂です。本日は11章の2、ホワイトニングの料金設定について、実例での値段設定を見ていこうと思います。これを知ることで、私どもが提供しようとしているホワイトニングが今までの方法とどう違うのか、特にアルティメットはできるだけリーズナブルなプライスでお届けしようと考えていますが、今人気のあるホワイトニングというのがどのくらいの価格が平均的なのかということについて調べてみました。実際の価格、都内の某歯科で見てみます。ここにあるズームアドバンスポリリン酸 LED ホワイトニングティオンプラズマということについてですが、ズームアドバンスっていうのはズームの最新機種ですけれども、LED ライトになっていますので、昔のものに比べると若干、逆に作用が実は落ちています。15分の1回が23,760円、通常1回の照射では終わりませんので、2から3回の照射で6から8シェードと言われていますので、それが必要だとすれば、大体4万7000円ぐらいから5万6万ぐらいですか、6万2000円、あ、6万じゃない、7万ですね、7万2000円が、ズームアドバンスで白くするのには必要ですが、6から8程度が確実に大体は得られるのかなというふうに思います。ポリリン酸の LED ホワイトニングについては、上下の照射時間が15分の1回と書いてありますが、これが一番問題でして、薬剤を混ぜていないとすれば、1、2段階しか白くならないですし、もし混ぜているとすればかなり危険薬物を混ぜていることになります。私どもではちょっとお勧めできない商品ですけど、それが15分の1回で8,640円、もし、薬剤を混ぜていないんだとすれば 1,2 段階しか白くなりませんし、混ぜているんだとすれば、4段階から5段階ぐらいは白くなるのではないかなというふうに思っています。次のティオンですね。ティオンについては、日本製なんですが、薬剤は薄く安全ですが、3から4段階の白さしか得られないとされています。次のプラズマですけど、プラズマは1紙について5400円です。おそらく、プラズマレーザーというのは実は効果がよく分かっていないので、部分的に与えればその部分は白くなるということができると思うので、全体をバランスでプラズマでという形のものは、今のところあまりないようです。家庭用でなんかプラズマと名乗っているものはあるんですけども、なかなか歯科用の専門機種でプラズマレーザーでやっているものというのはなかなかないかなという。そういったところの価格です。実際上で見えている価格よりもかなり高いですし、こういった値段設定だけだとなかなか分かりません。都内に歯科医院ランキングがあったものですから、実際上ここである口コミで人気のコースというので値段設定を見ていこうと思います。これちょっと実名ですのであまり言いたくはないところですが、このまま行っていきます。口コミで人気のあるコースとすれば、1位がティサートさんの、ブライトスマイルで63,000円、20から24本ですね。2位がワイズデンタルキュアさんのプリンセスホワイトニング84,000円で、5回照射が必要だそうです。3位のハピアさんクイックビューティーで54,000円から16本、4位がフランシュールさんのプラチナホワイトニングで47,500円、これも20本。ホワイトエッセンスさんは5位ですけど、エクセレントコースが92,500円、3から5回です。実はホワイトエッセンスさんなんか安く売ってるコースもあるんですけど、実際上で口コミになっているのはこのエクセレントコースの92,000円、要はこのコースを一番売ってるということだと思います。3から5回かかって92,500円ですから、かなり、安くはないんだと私は思います。1位のブライトスマイルさんは白くなるの効果が確かに高いです。ブライトスマイルっていうのは我々も目指すところの白さです。しかし薬剤が強すぎるため、新しい機械や薬剤は効果が薄くなって弱くなってきてしまっているため、実際上だと、昔は8から 10段階と言われていましたが、少し弱くなっているとされています。2位と5位のは複数回かかっているので、1回では白くならないと自ら宣言している、それで評価は、ここでは省こうと思います。3位の、ハピオさんですか、アメリカでポピュラーな薬剤で、書いてありますが、実際に何使っているのか全く開示されていずに、3から5段階白くなるとされています。4位も、FDA の承認薬剤とだけ明記されていて、何を使っているのかっていうのは、私どもでは、計り知れない薬だと思っています。実際上で薬が何使っているかというのがわからない状態で、受けている、施術も結構多いかなというふうに思います。アルティメットはダムがいらないため時間が短くて済みます。
ほとんどの方が効果を感じるのは2回の照射を1万円で行っています。追加照射を3000円で行っていますので、1回のラインでもご自分のやりたい白さまでお付き合いすることができるのが特徴です。さらに詳しい情報は群馬ホワイトニング .com を見ていただければ幸いです。